いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。俺、ダメなのかな。何かな？でも、学園祭の時は素のまますぎて、どう考えてもあの場にはふさわしくないよ。そうかな。同じか。いや、突破口が見えた気がした。このままじゃダメだと思っていたから、試してみるよ。
いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。ああ、なんだか今日は元気だね。これが本来の俺なんです。本日は南国から取り寄せた果物がございます。いかがですか？そうか。今の君の誘いは断れそうにない。それを持ってきてくれ。はい。すぐにご用意いたします。顔、笑っているよ。すごいな。今日は朝日の一人勝ちかな。君を責めているわけじゃないから、そんな悲しそうな顔をしないで。俺も俺らしく頑張らないとなって思っているぐらいなんだから。冷たそうで気持ちよさそうだなって思ってね。だんだん暑くなってきてる。もしかして、恥ずかしい？何してるの？いつもいつもタイミングが悪いね。君の登場は。何かされたの？そっか。ならいいんだけど。今日はやけに褒められたりして、こんなにも手応えを感じたのは初めてだよ。お客様の中に、皆川グループの人がいたみたいで、
褒められたんだ。やっと俺を見せてもらった気がするってね。俺は完璧を求めていたんだけど、みんなは個人の人間性を見ているのかもしれない。自分たちの会社に必要な人間なのかってね。俺は完璧な自分を作ることに一生懸命だったから、失敗していたんだな。それでさ、何かあったら手を貸すって言ってくれたんだ。すごく嬉しかったよ。ああ、前よりももっと勝ちたいって思った。本当の俺を見てくれる人がいたから。その、そばにいてくれるだけで十分だよ。何より、今回は君のおかげだし。ごめん。でも、やっぱり嫌だから。消毒。あ、ごめん。ごめん。これで冷やしたら傷にならないかな。ついにこの日が来ちゃったんだね。去年も経験したけど、この瞬間はすごく緊張するね。
結果は決まっている。今更ジタバタしても意味はないってことでしょう。やるだけのことはやったから、あとは祈るだけ、だね。もちろんって言いたいところだけど、これで全部が決まるかもしれないと思うと、緊張で体が震えてる。本当にこれでいいのか迷っているんだ。何してんの？先行っちゃうよ。ああ、悪い。今行く。本当は今まで自分がどうしたいのかなんて考えたことがなかったんだ。でも一生このままだと思うと息が詰まる。勝手かもしれないけど、1位を取れなくて父親からの条件を守れなかったら、自由になれるんじゃないかって。俺らしくないね。ごめん。今のは忘れて。俺、迷ってはいるけど、負けるのは悔しいから、諦める気はないんだ。傲慢なのかな。何もかも、自由も、この学園も手に入れたいなんて。
本当？よかった。さて、君たちが今か今かと待っている順位だが、後半になって急激に追い上げてきた人物がいる。一位はお前だ。Minakawa Asahi。わかっていると思うが、私の息子として当然の結果を出したに過ぎない。はい。ところで、学園生活は楽しいかな？それならいいんだ。存分に楽しみなさい。俺、今から会社の方に行かないといけないんだ。だから、今後のことはみんなで話し合ってよ。何を言っているんだ？何って、約束したじゃないか。1位になったら協力するってね。あ、忘れてた。了承した覚えはありませんが。ダメだよ。みんなの協力を得られると思ったから、ここまで頑張ったんだから。それじゃ、頼んだよ。幸せそうに笑うんだね。そう。
ごめん。校舎から来たら、ビクビクしながら歩く君を見かけてね。ちょっとしたいたずら心だったんだ。ごめんね。君を見ているとついからかいたくなるんだ。そう？じゃあ、俺だけなのかもね。さ、ここで話していると誰かに見られるかもしれない。中に入ろうか。さっさと始めようよ。早く終わらせれば帰れます。具体的に何をすればいいんですか？どういうこと？それを見つけたところで学園を存続できるようになるの？お話はわかりました。でも、どこから情報を得るんですか？トーマは朝日のそばにいることが多かったよね。何か知らない？皆川家は世間的に子供は一人となっているが、実は兄弟がいる。あ、それ聞いたことある。隠し子がいるって本当のことだったんだ。二人の息子がいて、どちらが会社を継ぐのか競い合ってるって内容かな。もし俺がナンバーワンになれなかったら、もう一人の候補を正式な後継ぎにするって。
そんなことより、俺たちは何ができるんだろう。朝日が見つけられなかったものを、部外者が見つけられるのかな？確かに、朝日は無茶苦茶なところがあるが、聡明だ。だよね。じゃなかったら1位になれなかっただろうし。だったら、俺たちで学園を残すことについて考えた方が早い。では彼には不正問題に集中してもらいましょう。その方が効率はいい。僕も朝日の下で動こう。一緒にいても怪しまれない。起きないと、風邪、ひいちゃうよ。これでも、ないよりマシかな。ごめん。その、眠っているようだったから、寝顔を少しだけ見ちゃおうかなって。大丈夫。驚かせた俺も悪いんだしね。みんなの姿がないけど、帰ったの？そっか。
自分のことなのに顔出せなくてごめん。どうしたの？改まったりして。ああ、ごめん。その、君も喜んでくれるんだ。1位を取れたこと。正か。実は、不正について手がかりが見つからないんだよね。手がかりを見つけたと思って辿っていっても、単純なミスだったり、俺の勘違いだったりで。そうだよ、
それだよ！不正なんてないのかもしれないってことだよ。俺はずっとあると思っていたけれど、ない可能性だってあるんだ。学園長が間違えているのかもしれない。盲点だったよ。あの人はミスをしないって思い込んでた。ありがとう。ううん、違うって今ならわかる。ちょっと前の俺ならわからなかったけど。そんな可愛い笑顔を見せてくれるなら、小さい時の写真くらいいつでも持ってくるよ。ないない。俺、記憶力には自信があるんだよね。あった？俺の父親に？俺の家の墓は都内にあるよ。父方も母方も。そもそもあの人が先祖の墓参りなんて柄にもないことするかな。うん。でも、すごく気になる。あの人が誰かの墓参りをするなんて。ごめん。ちょっと気になることがあるから、先に帰らせて。
俺は、学園を救う方法を見つけたかもしれない。ないと思って探したら、あったんだよ、不正の糸口が。でも、俺は、できればそれを暴きたくない。少しだけでいいから。明日、学園長に会うことになってるんだ。一緒に、いてほしい。嫌な思いをさせちゃうかもしれないよ。ありがとう。大丈夫。この事業計画では、学園の経営は立ち行かないな。赤字ではないが、これでは利益が出ない。誰が納得すると思うんだ？納得？学校は企業じゃないだろ。利益なんて。一つのことにとらわれて、他のグループ各社に負担を強いるのか？経営が偏ることは、不正にならないのか？取引しないか。アサヒ、今回は不正の件には目をつむれ。その代わり、この学園の学園長の席を、正式にお前に譲ろう。
不正を明らかにすれば、学園を存続することは難しくなるだろう。なぜなら、お前には役員からの信頼がない。俺が、正式に学園長？そんな役職に就いたら、まともな学園生活が送れなくなる。お前には学園生活は必要ないだろう。大学までのカリキュラムは終わらせてあるんだからな。勉強だけが全てじゃないだろう。確かに。だが、最優先事項は皆川の会社を大きくすることだ。さあ、どうする？私の提案に乗らなければ、この学園は廃校。どっちを選んでも、俺はみんなと離れ離れというわけなのか。別に問題ないだろう。そんな些細なことは。どちらかを選べ、朝日。学園を継ぐ道を選ぶか、不正を明らかにしてみんなと別れるか、どちらかだ。みんな許さないだろうな。入れ。私が呼んだ。彼も聞く権利があるからだ。
そうだよ。敵から情報を得るのは当然のことだよ。ずっと興味がないんだと思ってた。さて。呼び出した理由は、今回の不正の件だ。二人は不正を導き出せたかな？それは、俺は無理でした。だろうね。今回の計画は半分が本当で、半分は嘘だったんだよ。本当の狙いは、二人のうちどちらかを選ぶための適正審査だったというわけだ。嘘っていうのは、不正のことなのか？それで、どうやって決めるんだ？ゆうやの授業計画か。見せてもらおう。よくできている。朝日の事業計画書よりもずっと、な。決めた。優也を後継ぎとして進めていこう。そんなこと納得できるわけない。俺はナイトクラブで1位を取った。だからなんだ。お前の仕事は不正を見つけ、これまで通り学園を継続することのみ。優也の計画は
その先の学園の収益構造の改革まで織り込み済みだ。それに、お前が納得しようと納得しまいと、これは私が決めること。そうだな。せっかく私が手塩にかけて育てた跡取りなんだ。少しくらいは、優也の片腕として役に立つだろう。アサヒ、これからお前は、ユーヤの右腕として働くんだ。これは命令だ。逆らうことは許さない。そうだね。放課後も前よりも時間があるだろうし。学園長。いや、父さん。お願いがあるんです。彼女を自分の婚約者にしてはいただけませんか？突然、何言い出すんだよ。冗談だよな。冗談でこんなことを言うと思う？俺はね、ずっとずっとお前が憎かったんだ。は？わからない？皆川の姓を名乗れ、誰からも必要とされていて、世の中すべて自分のために回っているような振る舞い。そんなことはない！君は王様だからね。上の人間は下の人間の気持ちを顧みない。ずっと君から全てを奪いたいって思っていた。手始めに、彼女をもらうよ。俺が、知らないうちに優也を傷つけていたのは謝る。でも彼女は関係ないだろう。父さん、俺が跡継ぎになる時の条件です。あなたの力でどうにかしてください。彼女の気持ちを無視するのか？君の桐花学園への転入。あんなにもあっさりと転入できるなんて、おかしいとは思わないのかい？君をこの学園に招き入れたのは私だ。それが、どういう意味かわかるかな？
大企業のトップをしていると、いろいろと顔が利くんだよ。それは脅しじゃないか！使えるものは何でも使うさ。後継ぎは何よりも大事だからね。だが、血のつながりというものは恐ろしいね。私も同じことをしたよ。その時は、権力を選んだわけだけどね。こんな話、もちろん断るよな。断るって、言ってよ。自分のことしか考えられない君には、わからないだろうね。俺たちの父親が彼女と同じ立場になり、自分のことしか考えなかったようにね。君は、学園長を敵に回すということは、ご両親を路頭に迷わせることになる。君が少しでも父親と違えば、こんなことをしなくても済んだのにね。俺の傲慢さが、俺が父親と似ているから。